蛍光染料とは、蛍光性能を持つ染料である。蛍光増白剤も、この一種であり、白地のものをより白く見せるために潜在に添加されたり、生死工程で使用される。染め木されることにより、蛍光増白能を有する染料を指す。蛍光増白剤の一つであるウンベリフェロンの、分子構造中高蛍光染料、ローダミン 6G の分子構造蛍光増白剤は、太陽。 甲中の波長300から400ナノメートルの紫外線を吸収し400から450ナノメートルの青色の可視光線に変えて放出する。この紫外線が変化して発生した青色光を蛍光と呼ぶ。蛍光を発する線量で繊維を染めることにより、明度の低下を引き起こさずに青の補色である黄色の黄ばみを目立たなくする。1929年にパウルクライスが エスクリンで布を白くする手法を発見。1935年には、イギリスの ICI 社が、ジアミノスチルベンジスルフォン3の特許を取得。1940年に、ドイツのバイエル社から、蛍光増白剤が市販された。その後も、新しい構造の蛍光染料の開発が進められ、日本の木綿用蛍光増白剤では、ビススチルベンジスルフォン3が主流を占めている。 アセテートやナイロン、ウールに対しては、クマリン誘導体やピラゾリン誘導体などが使われている。キなりや淡い色の衣類では青白く染まってしまい見た目が損なわれるため、蛍光染料を含まない洗剤の使用が望ましい。なお、食品及び食品と直に接する包装剤、食器用洗剤、紙ナプキンへの使用は、食品衛生法により禁止されており、 脱脂麺やガーゼについても日本薬局方により使用が認められていない。蛍光増白剤の他にも、ローダミン誘導体など蛍光顔料の元となる様々な色の蛍光を呈する中高蛍光染料が存在する。ありがとうございます。